はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画190回目は2019年発売バイスクルフロステッドです。前に開封したバイスクルフロストは氷なんですが、こちらはフロステッド、霜とか霜が覆われるとかいう意味になります。11月に入って霜月なので、ちょうどね、時期的にも合うデックになっています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルフロステッド、横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側も同じで上面が何もなしで、黒色のクロージャーシールで、ボーダーはあるんですけど白色ではなくて氷のデザインになっています。下面がバーコード、2019年 USPCC のアランが競売製でリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。こちら側がジョーカーですね。表面からいきます。まずは広告カードですね。普通の広告カードが1枚で、ダブルバッグが1枚ついてます。で、箱面の方にはボーダーがあったんですけど、中身の方は完全にボーダーがない仕様になってるみたいですね。こんな感じで、下手したらなんかブランクみたいな感じになりますね。それでは表面いきます。表面は通常の白黒のジョーカーと箱色カラーのジョーカーが1枚で、完全にスペードとかがなくて、氷のお城のデザインのスペードのエースになってますね。フロステッドって入ってます。で、こっちマコードは2019なので Z ですね。完全に黒というわけではなくて、かなり濃いめの青色なのかなになってますね。絵札はやはり箱色になっていて、氷色になってます。氷系のデックなので、箱色と同じく青色っぽい感じの絵札になってます。赤のピップスも若干ね、紫がかってますね。はい、ダイヤの絵札、基本的にデザインは同じで色が違うっていう感じになってますね。クラブの絵札、ヒゲとか髪の毛がグラデーションがかっていうのがちょっといい感じです。で、ハートの絵札、でハートのエースです。最近のスタンダード54枚と、最近のスタンダードよりも2枚分厚みがあります。スペインの方の品質はスタンダードと同じぐらいで、弾力も同じぐらいだと思います。画廊の方を入れてみますね。スーッと入っていくので、トラディショナルカットが入っていると思います。はい、バイスクルフロステッドを開封しました。前のバイスクフロストの時はコラボだったんですけど、これはどうやらね、 USPCC の純正のデザインのバリエーションみたいなので、中身の方はカラーだけのね違いで、ほとんど普通のスタンダードバイスクとデザインは同じになっています。結構綺麗なデザインなので、コレクションにはいいと思います。それではジャンル分けします。性能の方は最近の KY 製のスタンダードと全く同じで、トラディショナルカットもちゃんと入っています。ジャンルは霜の氷系デックのデザインのね、コンセプトデザイン、時間が経つと手に入りにくくなると思うので、レアデックコレクションになると思います。バイスクルフロステッドでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。